あ、もう YouTube 忘れてた。YouTube の皆さん、こんにちは。どうも。こんばんは。ミルクラボプラス！はい、ということで皆様、サノメシの時間がやってきました。ということで、サノメシを作っていきたいと思うんですけれども、今日は、牛ステーキを作りまーす。牛肉のステーキのを作っていきたいと思うんですけれども、実はちょっとこれもう完成してます。ここに初め撮るの忘れまして、後から撮ってます。正直にそれだけ言っときます。ということで、皆様調理工程の方楽しみにしてください。レディーゴー。皆様どうもこんばんは。佐野隼人、佐野隼人その飯でございますけれどもということで作っていきました。今日買ってきたね、ものを皆さん発表します。あ、こちら YouTube 撮って忘れてた。YouTube の皆さんも発表します。インスタライブの皆さんも発表します。これは高級食材ですよ。今日僕が買ってきた高級食材は、こちら！見てください。YouTube の皆さんご覧ください。国産、切れ肉です。国産、和製国産ヒレ肉です。なんかお肉屋さんのあのお母さんがさ、あれあんた 300g 300g って言われて、あ、はい 300g でお願いしますって言ったら、 300g はねだいぶ肉買いだよって言われてね、あでもね、僕ね見栄えが大事なんで 300g でお願いしますって買ってきちゃったわけよ。あ、もう YouTube 忘れてた。 YouTube の皆さんこんにちは。どうも。こんばんは。まあまあ作るわ。そうだね。もう考えててもしょうがねえわ。塩コショウ。塩コショウがあるので、あと、なんか優しい方でね、この、油もつけてくれました。牛脂って言うんでしたっけ？牛の油と書いて牛脂。なんか塩がいいよね。うち塩がさ、塩を切らした。塩を切らした。なんかどなたかがくださった。なんであるの？塩あった、塩あった。これか、賞味期限大丈夫？これ塩賞味期限ねえか。なんで塩あるの？うち割り箸を使わせてもらいまして、衛生面はしっかりといきましょう。ちなみに牛脂ってどのぐらい やるのこれ？そう、奮発してくださってさ、奮発してくださってこんな分厚い牛脂をくれたわけよ。これ牛脂ってさ、こうやってやってやればいいのかな？焼肉屋さんの牛脂ってさ、こんななんか硬くないのよ。硬いってかなんかすげえしっかりしてんの。こいつも食べる、こいつって言っちゃった。この方も食べれそう。え？低温でローストしろ？ローストビーフ？低温でローストしろ？ローストしろって何？ローストしろって何？うわ、なんかちょっと待って、みんな、牛脂で油がベットベトのギットギットだよ。低温でローストって何？俺それがわかんねえ。蒸せみたいな。ん？あ、いた。あ、すごい。待って、みんな、230度のオーブンで2分加熱、2分休ませるという工程を7回から10回を送りしまう。調べてくれて。待って。オーブンがないんですよ、うち。オーブントースターならあります。オーブントースターでもよろしい？オーブントースターなかったらフライパンにぶち込んでいいってことですよね。もう行きます。すいません。失礼しまーす。うわー、立派に育ったね。それでは焼いていきたいと思います。YouTube の皆さん失礼します。失礼します。焼いていきます。3、2、1、ファイヤー。おー！焼けた？ちょっと待って、わからん。マジで、この、牛さんだけはちょっと本当にちゃんとしたい。え？肉洗うの？え？肉洗うの？ん？肉洗った？まな板じゃないよね。前もこのコメント見た。まな板洗った箸。肉洗ったって何？ん？肉洗わない。オッケー。誰だよ、騙したやつ。肉洗ってってなんか今コメントしなかった？俺の見間違いだったらごめん。いや、あなたこの真ん中の切れ目どうやって焼くのよ、これ。あなた、これ生じゃないの、あなた。まあ、一回ちょっと焼いて切ればいいや、最悪ね。
ちょっと待って、これ美味しそうなんだけど。え、これ一回ちょっと表面焼けたら休ませます？ちょっと、わかんない。表面は焼けた、表面焼けた。どうも、YouTube をご覧の皆様、サナエトでございます。こちらに見えますのは、僕の、サナメシの方を見に来てくれた、何ですか？サナメシーズでございます。ほら。YouTube をご覧の皆さんと、インスタライブをご覧の皆さんでお友達になってください。おそれは僕も嬉しいです。おう。わ、これ、かぶりつきてー！かぶりつきてー！野生の本能が！中がさ、生だわ、これ。2、3分寝かす。あ、すごい。みんなが同じこと書いてる。2、3分、アルミホイルで寝かす。アルミホイルで包んで、あ、保温ってことか。あー、忘れてた。久しぶりすぎて忘れてた。みんな、元気そう？2020年、流行語大賞です。え、待って待って、今日さ、ちょっとみんなのおかげでさ、めちゃめちゃ成功してる気するんだけど、俺。なんか、うわぁ、失敗しちゃったって要素ないもん。いきまーす。アルミホイルで。おやすみなさい。です。はい。今、寝てます。寝かせました。時間が来ました。ここからは僕の独学というか独断と偏見で行かせてもらいたいと思います。不正義なんで焼きます。レッツゴーファイヤーステーキ。3、2、1、いってらっしゃい。さっきから言ってますけども、中がちょっと赤いのって大丈夫ねえ？そこだけが心配なわけよ。私はみんなも心配だと思うけど、いや、ちょっと赤くても大丈夫かどうか教えて。うちだったら平気じゃないですか？それはダメです。お腹壊す。うわぁ、賛否両論。切りたくないのよ、俺。どうしてもこの肉の塊で行きたいのよ、みんな。男の夢じゃん。切りたくないのよ、どうしても。ちょっと蒸すわ。蒸すのはいいアイデア。これ蒸されてる？食べたかったら食べればいいやん。わかるよ、わかる。わかるんだけどさ、みんながやっぱアドバイスしてくれてるのよ、キレって。そのアドバイスに僕は答えたいっていう気持ちもあるのよ。やっぱりみんな、この佐野飯っていうのは、佐野飯ズのみんなと作っていくものだから。みんなと作りたい。僕は、切らずに食べたい。どうしても切らずに食べたいんだけど、みんながキレってるなら切ろうかなって気持ちが芽生えてきてる。中まで火は通ってないんだけど、これ通んないもんね、これもこれ以上。こっちがうまそう。ここが心配なんだよな、そこだけ、この中だけ。うわ、よし。なんでみんなさ、そんなアルミホイルでさ、やると余熱とか知ってんの？なんでそんなこと知ってんの？みんなすごくね？なんで知ってんの？もしアルミホイルでやるといいって。あ、50分経っちゃった。はい。完成しました。みんな的確、指示的確だな。みんな先生になれるよ、料理の。はい、進みました。ミルク！できました。大成功もいいとこよ。はい、それでは YouTube をご覧の皆様、今からやっていきます。開始。ところで、はやちゃんまだって。待ってよ、みんなごめんね。マジで寝たんか。ごめんね、お待たせ。みんなごめんね、待たせたね。肉あります。ここに、これちゃんと焼けてないように見えるじゃん。みんなのおかげでちゃんと焼けてんのよ。ちょっといただきたいと思います。うわ、嫌な音。俺嫌な音、この音。え、
ちゃんと焼けてる。ちゃんと焼けてます。よね。いただきます。いただきます。硬くない、いいお肉だからやっぱりね、柔らかいんだけど美味しい。そしてそして滑舌戻ってきて、美味しい、すごく美味しいです。こちらの方にね、見えねえか、醤油と焼肉屋さんのドレッシングがなんか家に置いてあったんで、まずはちょっと僕醤油好きなんでね、わさび醤油でいただきたいと思います。これうまいだろ、みんな。いただきます。うまっ。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。今僕はファンクラブのミルキーズの皆さんと、お楽しみ会してます。YouTube をご覧の皆さん、リアルタイムじゃなくて、残念だったな。ファンクラブのみんなリアルタイムなんだよ。ねえみんな、リアルタイムだよね、みんなね。うんうんうん。バッ！マジ込めた。込めた。やばい。ということで今日見てくれてありがとうございました。ちょっと今から僕今日は牛肉ステーキ作っていきますっていうの取れなかったんで、こちら取っていきます。バイバイ。プリーズサブスクライブプラス。箸取ってくるわ。箸とお水取ってくるわ。待っててみんな。あ、僕のコップはピンクの高い、あ、間違えた。意識の高いピンク色です。いただきます。キムティ。